桃宮さん早いわね。はい、皆さんに追いつけるように頑張ろうと思って。わあ、いよいよ本気になってくれたのね。当然です。皆さん早速走り込みに行きましょう。ああ、ファイト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 、みんなどうしたんですか。ほらしっかりファイト。みんな頑張るのよ。桃宮さんがいれば身体操作を続けていけるのよ。なんて躍動的な動きなの。見るたびに冴えわたっていくみたい。まさに野生そのもの。こんなワイルドでダイナミックな演技は彼女にしかできないわ。大丈夫？怪我はない？平気です。ちょっとやりすぎちゃったかな。よかった。桃宮さん、あなたに頼んで本当によかったわ。でもいいこと、本番はこれからよ。試合はいよいよ今度の日曜日。わあ、こんなに人が来てる。なんか緊張してきちゃったよ。青山くん来てるかな。いちご、いちごさん、いよいよですね。みんな来てくれたんだ。よう、新体操だって。面白そうじゃん。頑張れよ。うん、みんなありがとう。続きまして、大館中学校、桃宮いちご選手。君どこ？いないの？試合、僕も絶対応援に行くからね。演技始め。あ、いけない、緊張が収まらない。頑張って桃宮さん、あなたの演技にかかってるのよ。身体操部の未来が。気にしないで、いつも通りでいいのよ。いちごどうしたの？しっかり頑張って、ママミヤさん。練習してじゃね、自信を持って。動けない。どうしても。ちょっとスパイスでも加えてやるか。危ない、いちご危ない。何？いちご危ない。火事だ！ひどくて大変！
ーい。いちご、頑張り屋の君に可愛い練習相手をプレゼントするよ。何よこれ。見た通りキメラアニマだ。来ますよ。やるしかないわね。ミュウミュウミントメタモルフォーゼ。決定いたしました。そして惜しくも2位は初出場ながら素晴らしい演技を見せてくれました大館中学校です。結局あの後はイチゴミスの連続でしたわね。仕方ないですよ、敵と戦った後じゃ。キャプテンごめんなさい、もう少し私のミスがなければ。いいえ、あなたのおかげでみんな思いっきりできたわ。
本当に楽しかった。そうよ、すごかったわよ。桃宮さんは私たちの救世主よ。そんな、でもそうですか。いい演技だったよ。ぼや騒ぎの時はどうなるかと思ったけど、無事終わってよかったね。ありがとう、青山くん。青山くん、あなたが見守ってくれるだけで私の心は温かく満たされます。ずっとずっとこのまま。あれ、お前どっから来たんだ。かわいいな。あんたまだいたの。知ってるの？随分気に入られてるみたいだね。もうせっかくいいところだったのに。やめて。欠席と。うわー、白金、冗談だってば。じゃあこのドレスも必要ないな。かわいい。もしかして白金が私のために。ありがとう。ちょっと待って、こんなに優しくしてくれるなんて何か裏があるんじゃないの。次回心のピアノ、ときめきの舞踏会にゃん。地球の未来にご奉仕するにゃん。